さあ、いよいよね、はい、ドラマの方も、始まろうとして、うん、私の収録はね、はい、昨日本読みだったんです、うん、で長澤まさみちゃんと、はい、久々に、はい、お会いさせていただいて、はい、相変わらず可愛くて、はい、でも共演者がキョンキョンですからね、キョンキョンで森下愛子さん、はい、で森下愛子さんは僕の大阪の奥さんの役なんですけども、はい、で初めての大阪弁で、うん、昨日えらい特訓してありましたけどもね、はい、まだまだね、その大阪弁ってやっぱり東京の人が喋ると、うん、逆にもっさりした大阪弁になって、うん、俺がプーって笑ってしもたんですよ、本人にね。大阪弁喋るために俺をバシバシ叩いて、ね、それは旦那もね、そういう病気になりますっていう話になって、いや、旦那は大丈夫って。でも、もともとツアーずっと出てあるから、病気だと言われてた、ね、拓郎さんが、うつ病になったとか、あの時もずっとツアーやったんですね。うん、で大丈夫だよ、大丈夫だと思うよ、とか言うて、ねえ、ツアーやってるもん、とか言うて、そんなことよりさ、大阪弁どう喋る、いや、だから、そんなことで旦那の体の方が大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫だ、それはいいから、ね、変、私の大阪弁、だから、旦那さんの仕事は、どうですの、大丈夫だから、そんなに面白い、この大阪弁。へいやわ、森下愛子さんに大阪弁のイメージがないからね。うん、それでやっぱりキョンキョンと、で、長澤まさみさんってのはやっぱりね、森下さんはもう49歳ですから、うん、森下愛子さんはね、まあ、我々での若い時のアイドルですから、森下さんとはすごい、結婚する前のドラマが僕のドラマなんですよ。心はロンリー、気持ちはてんてんてんっていうドラマに出てから結婚なされたんですよ。拓郎さんと大昔、うん。で、ずっと仕事やってなかった。さあ、レギュラー始めようかって言ってた愛子さんがカムバックしてきたら、空から降る1億の星で、僕と共演したって、木村拓哉とやったやつのドラマで、ちょっと恋人みたいな役、うん、やったんですよね。森下愛子さんと。はい、で、僕もずっとレギュラーやってなくて、はい、久々のレギュラードラマで、また森下愛子さんが、俺の奥さんなんですよ。すごい。もうなんかないんじゃないですか？え、なんかないなんでしょ、いや、なんかないどころか、浅田美代子さんが、はい、ずっと仲いいでしょ、はい、浅田美代子さんと吉田拓郎さんの前の奥さんですからね。うん。ああ。そうやね。ああ。あ、知らんかったか、やっぱり。うん、知らんかった。うん。だから、森下愛子さんの前の奥さんが、浅田美代子さんや。そうなんですか。へぇ、すごい。そうやね。だから、ややこしいのよ、俺としては。あらものすごい中途半端に、ややね、ややこしい、はい、縁というのか、はい、何なのか、と思うんですけどね。うん、で今回は、キョンキョンも、キョンキョンと40、昨日1歳言ってましたけど、顔綺麗ね。キョンキョン41歳ですよ。うん。きれい、かわいらしい。うん。ほいでもう、この短パンとうちのピンクのこの B さん。はい。キョンキョンに評判で。あ、本当ですか。これ洗わなあかんかったけど、今日履いてきたの。嬉しかったんですか。嬉しかったんですね。エレベーターの中で。B さんなんですね、今日。うん、いや、これね、ちょっと評判いいんですよ。私もさっきから可愛いと思ってました。あら。このピンクの B さん。つまんけど、お前の、なんか、おっさんが履くような。違います、あれ、かわいいと思って買ったのに。あの B さん、当分ないわ。だから、浅間さんにも、あ、かわいいですね、とか言ってたから。このピンクの B さん、俺もう、多分、冬も履いてしまうと思う。まあ、冬に履くのもかっこいいですけどね。寒いわ。この人くらい、この B さん履いて、この後ろ履いてきてんの。あれは、姉妹に怒られる。ピンクいの買います。いやもう天下のキョンキョンがね、うん、かわいいですねとか言ってたからね、はい、うわーと思った、はい、なんかキョンキョンにああいう人言われると、うん、足がカーッと熱くなりますね。あ、そうなんですか。天下のキョンキョンやからね、うん、やっぱり離婚してからの俺が好きやからね、キョンキョン、前のキョンキョンより今のキョンキョン。前は誰とキョンキョン、はい、キョンキョン永瀬君やんか、奥さん、あ、旦那さん、長瀬、長瀬まさ、あ、そうかそうか、あ、そうかそうか、で9年一緒にね結婚生活してて離婚して、でカムバックですからね、はい、やっぱり長瀬はいいね、悪いけどお前の二人にはね、うん、ものすごい、でも似てません？誰と？小泉今日子さんと、だから親子やね。あー、だからか、あー、なるほどですよね、毎回キョンキョン、内田ゆき、長澤まさみで全く同じラインの顔やよね、そうですよね、全く同じラインの顔、
だからああいう顔はやっぱ好きやね俺ね絶対。なるほど。好みなんですね。タイプやねんな、おそらく。考えたら最近のキャスティングやっぱ上手いですよね。お父さんまあこうその息子役とか結構やっぱりあ似てるようなこう役者使うじゃないですか、まあ、女優さんらでも、まあまあね、一応昔はなんかこの人からこんな顔みたいなのがあったけど、だから女の子もやっぱり森下愛子さん、俺の子ね、森下愛子さんの子供は、はい、もうやっぱり似てるように一応やっぱキャスティングしますね。へえ、すごい。もう男の子森下愛子さんそっくりやもん、俺ほんまの子供から思ったこと。うん、よく似てるのキャスティングしたりね、役者さんもいっぱいいらっしゃいますからね、はい、いよいよやっと春がね、うん、やってきました。長い長い春が、何がおかしいのお前、お前は雪好きやなお前、俺がなだって腰抜けそうだ、よくそうで半身浴しながら呼んでて腰抜けそうだったわ。お前とお前をな、あのもう限界やったな、汗ダラダラ出て、でも最後までは読まないといけない思って、もう汗ダクダクで、そのなんか生地の上に汗がポチャンポチャン落ちる。全部読んじゃった。ねえ、そんな読まんでもこいつ俺が父もんだとかね、そんなおっさんとか電話して、はい、乗ってますって言って、なんかこいつらね、俺が女優さんの噂になるより、はい、そういう記事が好きみたいでね、今回まあ、週刊誌にね、はい、俺がこうおっぱいを押されながらニコッと笑ってる写真が、向こうから売られたんです、女の子からね、素人のね女の子から、大阪のクラブで撮った写真を部屋にしてあるらしいですけども、あれはもうクラブの中で撮ったかカラオケ屋かの、写真なんですけども、はい、俺がタレントとして東京で売ってやろう言うて、はい、騙されたいう記事なんですけども、はい、まあその記事の内容は全く記憶にないんですけども、ひょっとしたら森伊蔵飲んでたから言うてたか分からへんけど怖い森伊蔵、ただもう記事では全部嘘なんです。で僕もその女の子思い出せない、3年前だと言うねんけど、うん、誰が誰か分からない、あんな写真いっぱい撮ってるんで、あ、そうなんですか、困りませんもんね、そうそう優しいからね、まあ撮ってくださいと、あえで言うて、ほんで必ずああいう夜のお商売の人と写真の時はこう胸をこうに手を乗せながら、はい、こうニコッと笑うのがこう僕の売りなんですね、あれ、あ、そうなんです売りなんです、売りなんです、ね、やっぱそんな普通に撮ったって面白くないでしょ、この写真の世界、はい、まあ、次どうぞ、はい次どうぞ言ってね、はい、全部ポーズなんですから、あれだからね、多分ああいう写真100枚ぐらいあると思いますよ、決まりやから、うん、決まりです、夜の商売の人はああして撮るって、はい、そうやからね、こっちも胸でも手当てとかだね、だからあの記事はシリーズ化して出るわけいや、いろんな人の中、いろんなこう100パターン以上、まあ話もいろんな膨らんだ作った話とか、5人目だでさすがに慎重に謝る俺も、もうしもう勘弁してくれまあね、これいつもねこうしてみんな連れてきてくれたり、はい、飲み屋にね行った時にこう面倒見てくれてるママがいるんですけども、はいはい、週刊あんたら週刊に言ったら所詮ねって、怒ってやるからね、今回まだ連絡ないと思う、かなり犯人探しで3年前だから、追われてると思いますけども、だからもう、いや、連絡してね、大変なことを追い込んであげるなと、うん、もし追い込んだらね、その子大変になるから、だから週刊誌もああいうのは気にして書いた方がいいですよね、嘘か本当か分かるじゃない、大体記事の内容なんて、はい、だからね、別の方が動いて、うん、その打った子を追い込んだら、うん、えらいことになるから、うん、それだけは気遣うね、まあまあそんなこと気遣うと俺がね気付けたらいいんだまあ僕ら現場行ってないからね、そういうね合コンとか、そういうサボさんがこうねみんなとお酒飲んでる、はい、だからまああのあるあの新田組のがおるからそれに聞いたのよ、新田君あの子はどうなんて、はい、あの子は僕全然知らない子なんです、3年よりもっと前ぐらい違いますかって言ってたから相当古いね、うん、そうそう全く記憶ないの、俺もあの目隠しじゃない写真 見たのよ、はい、週刊新潮の記者が来て、はい、これですけどとか言って、知らんな、いや知らないってとかいう話をそんなそすまんほんまに知らんねやと、これほんまに知らんと、はい、とにかく「いやまたまた」とこんなことしてるじゃないですかとか言って「いやすまんあんたらには理解できんけど俺全部こうしてんねん」と。申し訳ない。もう前らは相当絶すると思うんだけど、だからそういう
そういうことして写真撮ってほしがらはんのよ、向こうの人も。わかるぞ、普通に肩組んでとか、あのね、こうピースとか言うんじゃなしに、あいつきどうぞという、まあ要するに、あの、コアラが抱っこして写真撮れるもんやねん。俺はこう胸触る動物やと思っていただいたらいいのよ。あ、はい、そっちの方がいいですよね、写真を撮るとしたら。僕らあのドゥンやってくれてもね、形こうやってのしんどいんですよ、すごい。あのちょうどこの鼻の先2、30センチで手パーンと開けてこんな顔するんですよ。あのね、君の悩みと俺の悩みちゃうんだよ。お前これどうして週刊誌に売られたことがないでしょ。ない。ね。切れてないですね。そうでしょ。一回乗ってみたい。あんな乗るもんやない。ね、お前らはゲラ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 な。あっちこっちお前連絡して、見たか、父もんの写真乗ってるでとか、あっちこっち連絡して、ゲラゲラ乗ってるか万が一、娘が見たらどうするの。あと3日間、はい、いやいや怖い早くあの留学帰ってもらわないとそうやね、悪い時に帰ってきよったな思ってな、今帰ってきよね、帰る悪い時に帰ってきよタイミング10人じゃ会うねん、食事会でご飯でね、それまで見とれんかったらええねんけど、まあ多分見てないとは思うねんけど、あのまあ見てもあいつああいうこと言わへんから、で前のおっぱいもみも110分の時も一切向こうも言わへんかったからね、うん、だからどうもおっぱいネタ好きやないみたいで、娘やからねやっぱり、そうですよね、怖いのはね、あの日課の友達でね、不動産に勤めてるやつがあるんですよ、そいつ俺の記事好きなんですよ、あ、そうで、そいつは悪気ないから、はい、ご飯食べに乗ってましたね、そもくんまた笑いましたわとか笑っちゃった、本当さんまさん面白いよなって、もういつも俺を応援してくれてる日課の友達なんですけど、はい、それがベタベタ言うの面白いと思って、あれ面白い、もう友達と大爆笑ですよ、あっぱいもみ110本あれおいおい渋谷渋谷走ってください、おい今るいる今いる、え、何ですか、今るいる今るいる、なあ今るちゃんだっていいよな、そんな別にとか言って言っちゃうんだ、違う違う違う、今るがいたらあかんねん、今るがいたらあかん、俺は年齢問わずみんな楽しみにしてるじゃないですかほら僕らだけじゃないでしょ、庄司と渋谷だけやねん、違います。え、その食事会にもいるんですか。渋谷くん、ね、渋谷くんね、4月から、勤めてるんで、初月給で俺におごりたいっていう。へ、はい、いいですね。で、今、俺たちにね、ご飯を食べさすために、うん、1月、2月、3ヶ月貯めとんねん、あの、貯金を。へー、すごい。で、ワインとか飲ましたいとかね。ちっちゃい時から、まあ、あの、一緒やったから、初月給で、あれするから、そいつがこんな恐れてる、だからちょっとメール入れ、今日入れよう思ってんねん。入れたいですね。日曜日は絶対余計なこと言うなよって。あ、気あるんですか、渋谷も来ると思うね。うわ、週刊誌持ってこなんだらええのにね。持ってきた。持ってきて、それ。いない。あの、さんまさん、笑いましたよ、これとか言われて。あの、青やったら多分な、地面に、ここにさまさんさん、社長がこれ、財布持ってきてくれ。もうなし、お前、ええ加減にせよ、お前は。それちゃんと釘打っとかないと。あ、釘刺したらあかんね。あれ、釘刺したら。やっぱり我が子はね、さすがに気づくて、ああいう変な記事は言わないんですよね。だから今まで記事で言うたら、ほんまに飯島直子ちゃんだね、グラ良子が、俺を取り合ってる記事だけ、は言いましたね、やっぱり。かっこいいですもんね、それ。ああ、飯島直子結婚しなよとか、あの記事ぐらいでしたね。あとはもう、やっぱほとんど、まあ見てんねやろけどな、中吊りとかね、週刊誌の中吊りとか、駅ない電車乗るから、見てるやろけども、今回はね、前は文章だけだったの、おっぱいもみもみ。嘘やねって、そうだよね、週刊誌ほとんど嘘やねって、今回、言い訳聞かない。写真載ってますもんね。すごい顔で。見たい。見よう。見んでええね。買いに行こう。見たい。俺も、週刊新潮、俺、自分らで行ったら10冊ぐらい売ってるで、今週。お前俺しか知らんけどな、はい、辛いのね、わかるよ、お前嘘で嘘でしょ、嘘辛いんだ、お前の娘もそうやからわかるやろ、お前があんな写真乗ったらどんな気持ちかわかるやろ、いやさんまさんはそれがこうね、違う、それが武勇伝じゃないですかさすがだなって俺たちが、父もも武勇伝って、いやいや、あのいらんね、いや、はい、はい一生懸命ね、またこれまだコマーシャルけえへんわ、そらなあ、俺もウェルカムウテカムどこかもね、痛いとか、あ
あれ、あんなコマーシャル来ても断るわね。こんにちは、ウェルカムでコント。見たドゥーンのやつ全部覚えてくれてるじゃないですか。あんなコマーシャル断るわ。俺まだイメージダウンよ。まだ1から頑張らんな。ほんまね、大変な商売やで、これ。仕事減るわかね、もうな。なんだこと、いやいや、あんたんもこれ、局長とかこれ、これイメージダウンになるとかね。な、これでな、イメージダウンにならないのが辛いね。わかるか。いや、買ってるんですよ。そのイメージより勝ってるんですよ。この明石家さんまというその名前とか、その人物。普通ね、ああいうのは起こる。俺は25でもしああいうことが起こったら、局長並びに、はい、あのプロデューサーが来て、深刻な話になってたよ。はい、今、あの、大田の方の、見ました庄司さんから連絡受けまして。笑いましたですわーってね。おかしい。これどう見てもおかしい。そうです、深刻ではないですよね。うん、全然深刻ではないですね。深刻、これ深刻やね。ね、致命傷やもう、はい、わかるか、はい、な、はい、お前らもそういうな、うわあ、変なこと乗っちゃってかわいそうとか全然思ってないの。全然思ってないです、うん、むしろ見たいです、うん、早く見たい。引く引くそうなんですか。女の子見たら引く。ええー、だって胸に手当てて笑ってんねん。ニコニコしてるね。こんなお父さんに嫌だ。嫌です。いや、いいでしょ、いてないよ、日本に。日本にいない。いないですね。こんな素晴らしいお父さんいてないで、ほんまに。素晴らしいと思う。どこまで明るいねんって。マジで。どこまで明るいねんって。明るい。不幸知らず。今。笑顔の絶えない方。不幸や。今が不幸や。落ちてるんですか。え、落ちてる。落ちてるというか、あと2日ヒヤヒヤしてる。あそこはタイミング悪かったですもんね。そうやね。ね、絶対見てないはずやね。うん、見てないはずやね。嫁はんとかにね、さんまさん乗ってますよって、よう持ってきるらしいね、あの共演者とかが。また前の旦那がまたやっちゃってますわよとか。やっちゃってます。待って、何もう、って言ったら、本、あの、なんか、カバンに入れて、家帰ってから読もう思って、待って、あの人もバカじゃないのって言って、ポーンと置いとくよね、テーブルとかに。それが、経過やね。それで、まあ、言ったらバカじゃないのと、そろそろそういうことやめな、とか、言うよんのよ。共演者も悪いね、面白い、正直見たら共演者がおんねん、前の嫁さんの共演者も。最高、さんまさん最高。それ、本当によ、みんなよ、あの、おもらしの時もね、うん、漏らしちゃったら深夜におもらし、あの、長澤まさみのこと言ってんのにな、深夜におもらして新聞書きよったから、はい、あんた、とうとうやっちゃったのって何、先週。殺人事件じゃないですか。おもらし殺人事件になってるじゃん。放送中のなんぼなんでも、で漏らしても黙ってると、はっきり分からへん。この話。いや、MBS ヤングタウン。高橋さんまです。庄司です。モーニング娘。の高橋愛と道重さゆみです。略のコーナー。イエイイエイ。もうお盆やからね、昨日からか帰省ラッシュが始まってね、はい、大変やね、うん、え、少女お盆は休みないのお前。え、あります。え、どうすんの。え、あのちょっと泳ぎに行こうかな。どこへ。はい、マジどこへ。和歌山に。マジで。はい、大船渡。はい。あ、そうか、ね、潜ってちょっと。そのとこあんの。え、ちょっとあの和歌山ですから結構。へえ。ええー、なぁ。いいなぁ。え、夏休みやるんですか。これないねん。あ、ないんですか。13日だけ、あさって急に、ドラマのスケジュールが急にありませんとか。はい。ああ。言いやがって。でも12日もう撮影入るんですよ。はい。ほんで、また13日ゴルフ行ったら真っ黒気になるじゃないか。あ、そうか。せやねん、もうこれも、大阪でやっただけやねん、これ。焼けた。また焼けたろ、この間より。すごい焼けたと思いました。そうやね、半袖焼けがすごい。まあ、真っ白。13日お盆やから、ね、まあどうせゴルフもいっぱいやろから、はい、やめとこうかと思ってんねんけどもね、急にね、そんなの開かれたって、困るわけですよ。お前何日ぐらい休みなのマジで。僕、2日。
あ、腕も疲れないの。いや、腕、一日また飛びがあって、また二日休みとか、中途半端な。あ、そうか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 。はい、覚えはないよね、もちろんね。ありました。もう休みやったん。はい、もう休み終わって。嘘よ。はい。あ、取れんの、そんな。リーダー帰りな。で、帰ってきました。嘘、はい、帰りました。実家に。え、何時ぐらい帰りな。今日ですか。え、何時ぐらい行ってたの。いや、今日じゃなかった。何時ぐらいやろう、4日とか。あ、そんな休みもらったん。はい、もらいました。あ、ええな、お前らも。はい。で、ぼーっとしてきたんだ。ぼーっとしてきました。へぇー。お前、山口帰ったの。はい。へぇー。何したの。いや、太ったな、ちょっとな。そういえばそう思いますよ、ね。なぁ。私も太りましたよ。いや、高橋も太ってないわ。そう、めっちゃ食べたもん。すごい太りました、ほんとに。だから、高橋も二十歳やから、そう食べたってすぐ太れへんねん。こっち18やから、まだ食べたら。そうですから、顔見てるんですよ、さやみ。お前、すごいなぁ。え、ほんとないですか。やだ、やだ、どうしよう。いや、そんな見てみ、このぼ。そう。今顔ぼやんぐらい。嘘や、言い過ぎ、言い過ぎ。ぼやらせとるもん。やだー。ちょっと言い過ぎ、それは。ほんまに、お前やっぱ成長盛りやね。食べたらすぐ太るんだ。そうなんですよ。はい。早く戻さなきゃです。それはまあ、田舎帰ってのんびりして美味しいもの食べたら。そうなんです。おじいちゃんとおばあちゃんも久しぶりだから、すごい美味しいもの用意してくれて。ああ、なるほど。田舎はな。それでバカバカ食べてしまってあんまり動かへんしね。そうなんです。ダラダラして。家でぼーっとするから余計太るんだよね、あれ。そうなんです。へぇー、すごいなぁ。いやだ、今日笑いたくない。なんで？なんでや。笑って余計に顔に肉がついてるように見えるじゃないですか。うん。だから笑いたい。でも今日か顔違う違う、ほんまに。いやだ、ほんと嫌なんですけど。え、大丈夫やで？今日ブーちゃんって僕ブー。やだ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 、ほんとやめてください。それやめてあげてください。やめてあげてください、お願いします。アイドルにブーちゃんって。やめてください。ブーちゃん。もうやだ、ショックです、ほんとに。いやー、成長時ってすごいから、一週間で変わるからね。ほんとそうです。あー、もうほんとにうちの娘なんかでも、ぼばらぱー、太っておったな、思って一週間後に見てたら、見たら、あれ戻ってるわ、とか。へぇー。うん、不思議不思議。日によって全然違います。なあ、はい、こちらラジオネーム、さつま揚げの醤油炙りさん。はい。この間こいつ、駅に送りに来とったな、これ。すごい。こちらいただきます。全力やんなみさん、こんばんは。こんばんは。さんまさんが、前々から言っておられました、長澤まさみさんとの共演のドラマが、詳細が明らかになりました。うん、タイトルは、二十歳の恋人。うん、さんまさんが演じる50歳のサラリーマンが別人と間違えられて近づいてきた長澤まさみさん演じる二十歳の専門学生に、ときめく、ときめきを抱く物語のようです。八木、うん、プロデューサーは、キスシーンぐらいはあるかも、と、匂わせてました。さんまさんがこのドラマを終える頃には、長澤まさみさんが本当の二十歳の恋人になっていることを期待しております。ありがとう。これ、これは恋に落ちるんですか？恋人気分になる感じですよね。楽しそう。恋人気分にね。あ、気分にね。向こうは、就職したいがために近づいてくるんですよ。はい、俺が有名小説家と間違えてね。はい、なるほど。それでそれを勝手にちょっと利用して、うん、最初はこう小説家になりすましてデートするんですけども、はい、その辺からまたどうなっていくのか。まあ言うたってさんまさんね、もう大御所やからちょっとこういうシーン入れましょうとか言って、はい、こう飲みに行ってからちょっと胸に手触るシーンとか。それは権力あるやんか、そんなもん言うたって。いろいろ数々のお前ドラマ。プロデューサーに出してちょっと胸をもむしに入れます。やだーやだ、そんなやだやだ、お前出てんじゃん、やだ、はい、そんなまだやで、それは権力ある人やから権力ある人やから、はい、仕事終わった父をもむとこ入れましょうなんか絶対言えへんよ、はい、ベッドシーン入れた方が迫力あるんじゃ、今っか言うよ、はい、確かにそういうことぐらいは、はい、でも父もむシーンとかそんな効果のないし服の上からですね時間にじゃなしに、あ、陶芸の怒ってくるわ、そうですか、ほんなこの話はなかったことで、もう最低の、いやでもなんかねいいですね、その恋人気分になるっていうのは、まあそうで、あ、やらしくこっちはね滅相もないという感じで、どんどん好きになっていく、でもちろんねキョンキョンが元恋人だと思うんですけども、ほんでひょっとしたら若子かもわからないっていうところ独身なんですけど、でもちろん違う方に持っていくんでしょうけども、名前が一緒なんでびっくりするんです、うん、
だから、エリとユリを間違うんですね。もともと横人エリーなんですよ。はい、うん。ほんであの、長澤さんがユリなんですよ。はい、それを名前を置き手紙に残してんのを、ユーは A に見える。カタカナのね。ああ。ちょっとパッと出てしまうので。ああ、そうですね。同姓同名だと思って、勘違いしていくんですよね。勘違いというか、どんどん惚れてしまうんですよ。昔の恋人のね。ああ、なるほど。勘違いはあるよな。これは、勘違いはあるよね。楽しみ。楽しみです。ねえ、見たい。まあそんなね、だからもう君らはね、見たいとか、俺はもう長澤まさみと現場で、まあ4ヶ月も一緒なわけですからね。ああ、そっか。これがちょっといいよね。まあなあ、こそ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 できないしな。はい、なんかこう、ヘアピンでもパクって書いたら思ってんけどね。できたらあの、ロケ弁の箸でもよかったら、うまいことこう、ゴミ箱捨てたの、持ってきてくれませんか。盗んでるとこ見つかったら、捨てて。確かに嫌だ。誰もいてないな、思ってな、箸パッとこうなってくれたら。ちょっと問題だよね。うん。できたらガムあげてください。履いたガムできたら、こっそり。嫌だ。嫌だ。なんでやねん。嫌だ。まさみちゃんやで。はい、まさみちゃん。はい。その行動を取るさまさまやで。あお、うん、せえへんって見たくない。いや持って帰って噛んでる俺はどうやねん。やだ取ってるさんまさんより噛んでる俺はどうやねん。やだそっか、やだ。そんな庄司さん嫌です。分かったな、泣き出す。はい。でも食べるんだ。やだ。でもいいよね、やっぱり。はい、さあこちらラジオネームエステイからいただきました。はい、全力やんだみさんこんばんは。こんばんは。オール巨人さんのブログに明石家さんチャンネルの刺し飯のコーナーでさんまとのトークが久々で少し緊張したと書かれてました。うん、オール巨人さんはなんであの時あんな風に話できなかったんかなとか、あの話をするの忘れてたとか、反省ばかりしていますと書いてました。次の日さんまさんにメールで盛り上がらんと反省してんねんと打ったら、さんまは、ありがとうございました、いやありがとう、面白かったわ、またなと返事があって優しいねと書かれてました。私はさんまさんが同期の人にハートマークを使用しているのには驚きました。愛ちゃん、さゆみちゃんは先週の収録が終わった後メールアドをさんまさんと交換すると言ってましたが、この1週間でさんまさんにメールしたんでしょうか。あ、メールアドレス交換してないもんね。してないですね。できなかったですね。せやよね、お前なんか飛び出して、絵格好してな、飛び出しとったよな、あれ。なんでですか。あれ別にそんな急がんでもいいんじゃない。違う、リハーサルだったんですよ。ああ。はい、ディナーショーの。ちょっと座るぐらいちょっと座って、あ、行かなきゃやろ。まあなんかいかにも忙しそうにやな。なんでですか。俺と庄司がヒンマーやな、この人らみたいな顔して。そんなこと言ってない。あんなに5秒6秒争うような飛び出し薄いやろ。まあすごい急いでましたよね。いや、そこ、あの、そこ、出た途端は歩いとったやろ、本当。歩いとったよ、出た途端。あんな見え張らんでもええで。俺はもう芸能界わかるやんか、そんな。そんな。飛び出すほどではないでとかいうのはわかるけど、まあまあ忙しいぶってんのぶってないです、全然ぶってないです。忙しいぶってんのも楽しい時期やねんなとか。もうそれはもう仕方ないことやな。メールアドだからみんなに、僕ハートマークはね、一応やっぱ黒ばっかりやったら合いそうないんで、あの絵文字赤を入れるとそれなりにやっぱり綺麗なバランスが、ね、あの出るからね、はい、よく入れるんですけども、はい、で男はね、男、これみたいな男からハートマーク入れるとね、結構あの笑いがふんですよ。あ、確かに笑う。さんまさんだったらなんかハート、だから後輩にもね、ハートマークで送ってると、なんでハートマークなんすかとか言って。使いそうにないですもんね。うん、よかったら抱かれますよとかいうような返信が、これ普通に、でも色合いのために、あ、うちの S は N か N はハートマーク一番早いんですよ。絵文字ポンポンって言ったらもうハートが一番最初に出るから、あ、ね、ハートマークを多くしてるんですけども、はい、よく入れますね、ハートマークは。うん、あとはデコメールね、簡単な分にはデコレーション。知るんですか。これ一番簡単や。これ、あの、一行ってつまんない、寂しいとかよく返信来るんですよ。ありますね。でも、ありがとうとかいうメールを打っといて、デコメールを入れとくと、返ってこないんですよ、やっぱさすがに。冷たい、一行なんて冷たいとかいうの返ってこないんです、あれ不思議な人間心理で。あれをもう一回押すだけですからね、デコレーションメールなんて、ね、入れてデコメールをして一番上のもんポンと入れたらもう、でも
すごいですね。さんまさんするんですね。俺すごいよ、絵文字とか。すごく意外です。驚きマークとか。若い。若いでしょ。若いです。さすがに若い子とメール打ち合ってるからね。そうですよね。すごい、少年みたい。少年みたいだよね。俺散髪行って余計少年みたいだった。ああ。なんで入ってくれないんですか。あれちょっと評判良くないもん。あ、そうなんですか。こうピンクすっごい評判いい。うん、可愛い。ピンク可愛い、確かに可愛いですね。なあ、足元ピンクの B さんって。ピンクにすればよかった。せや、お前もピンクにしてくれよかったのに。うん、今度赤とかなんか。いや、ピンクだったら女の子ピンクが評判やばい、やっぱり。可愛い。やっぱり、うん、いろんなサンダル履いてるけどピンクがやっぱり。すごい可愛い。あの女好きやな、ピンク。ピンク好きですね。うん、女の子はもう異常に好きやね。うん、まあ巨人も全然あの本当に面白くないことはなかったのに、なんであいつはまあベテランやから、あ、サマラ番組でこうしてあげてよかったとか。あ、でも言いたいこととかあったんでしょうね。これを言うとこうとか。まあなんだみんな、ね、まあまあ、持って行って。まあみんなトーク番組はな、あの一応まあ知り合いだと特に頑張ろうとか、いう気が起こるからね。はい。だからジョージなんかもね、あのデッパーズキャンプでやっぱりゾーンなんか頑張ってくれてましたからね。あれだけやからね、ベテランにしては。だからセリフは二言ですね。やめてとか言うの、だけやってますから、大変ですよみんなね。こちらラジオネーム、うん、いけない、おてんとうさんからいただきました。セリフの皆さん、こんばんは。こんばんは。さんまさん、以前さんま御殿でさつざまいちゃんのことが好きで携帯を持っていないのにメールアドを教えてもらいたいと言った村松さんを覚えてますか。先日さつざまいちゃんが自分のラジオで携帯を購入した村松さんからメールが送られてきたのを報告してました。そのメールというのは、今後もさつざまいファンの一人としてそれ以上でないことは重々承知しておりますのでご安心くださいというものでした。一気な内容だったそうです。またまいちゃんもこれからもメル友として仲良くさせていただこうと思いますと心優しいコメントを寄せていました。その後の経過も含め、しどろもどろになる村松さんがまた見てみたいので、さんま御殿の出演よろしくお願いします。もう今やね、もうさんま御殿の売りです、村松。面白いよね、ほんまに。まいちゃんにこの間おったんですよ。3日ぐらい前。ほいで、あのメール、あの交換しちゃって、あの村松さんもね、帰りよったの、まいちゃんのために。携帯持ってなかったんですもんね。携帯持ってなかったのに、まいちゃんのファンで。すごい。そのために俺が帰るよ村松を言って、本番中に言うて、はいはい、帰りますとか言うて、ほんまに帰ったのよ。ほいで、まいちゃんとだけの携帯やな、要するに。すごすごい。気持ち悪いわ。すごい。そこまで好きなんだなっていう。それで、舞ちゃんから、舞ちゃん、メールいただきまして、さんまさん、これからどうしたらいいですかって、あのね、村松さんって、いや、すまんけど、あのメールでもやってあげてと。で、できれば、もう一遍食事行ってあげてくれと。はい、マネージャー、同伴でええから、はい、できれば村松の夢を叶えてあげてくれと。あの、頼む、はい、わかりました、とか言って、はい、なんか食事ももしあれやって行ってくれるみたいでね、舞ちゃんも。すごい。これでね、村松君と、舞ちゃんが結ばれても別にええねんからね。舞ちゃんが好きになったら仕方ないねん。それで浮気しないしね、村松って。うん。真面目やし、面白いし。面白い。なあ、面白いやろ、あの人。だから、舞ちゃんもそうなあ。変な二枚目捕まえるより、ああいう人でええんちゃう？幸せになれそうですね。うん。うん。しょうがないよやな。うん。ほのぼのとした家庭になりそう。そうそう。まあな、暇さありゃ、図書館行っとるような男やからな。それはどうかと思うけど。まあ、こういうきっかけやからな。うん。まあ、だから俺ももう、とにかく、ドラマ中は変な動きはせずに、はい、打ち上げの時に、長澤まさみちゃんのメール、あと聞いて、はい、で、そこからもう、メール友から遊びに行って。で、まあ、なお、サッカーという共通の話題、お父さん。ああ。元日本代表ですからね。はい。長澤。すごい。ジムで方のコーチやってて、今、高校の、どっかの高校の監督やってるみたいですけどね。だからサッカーの話題でね、こう引き付けたいし。
で、まあ東方もね、いろいろ面倒見てきてるから、はい、昨日も東方の人がね、一つよろしくお願いしますとか言って、お世話になりますって来てたから、水野真紀ちゃん、沢口靖子ちゃん、はい、全部あの辺ね、デビュー全部俺と一緒やから、だからもう東方芸能も、俺に借りがあるはずやからな。借りですか。うん。でまあご飯食べてマネージャー来てもね。はい。もう先帰れとかね。うん、やからレストランから二人出てくる姿捉えたらかっこいいやんけな、長澤まさみちゃんと。はい。だからいつもあの芸能人で行くとバラバラで帰るんですよ。一応、はい、一応写真を警戒してね。はい。この前警戒せんでもええねんけど。はい。ツーショット写真捉えたりしたら。逆に言えやんか、レストランからみんなと出てきてもね、ツーショットで処理やんか、写真は、はい。だからいつもバラバラに帰るんですけど、長澤ともしご飯食べに行った場合、俺も絶対きっついて離れへんからね、もう。だから腕組んでるような、こう、絵的にしてしまう。へぇ嘘でもかっこいいよね。うん、なあ。だったらもうマンションも突き止めてね。そうそう。なんか、同じところからところ歩いてるの。いや、もう家入ったこともないのに。出てくる。ずーっと出てくるね。オートロップが。やだ。眠たそうな顔して、夕方やのに、ね、眠たそうな顔した写真、お泊まりしたみたいにやってる。そこのマンションの人が入った時にスッと一緒に入ってもらってね。そこまで。かっこやんけ。長澤なあ、50過ぎたおっさんが長澤まさみと恋人やって、はい、嘘でも思うよねで。はい。やろう、写真って怖いやんか。はい。あれも、あれ、俺もおっぱい触ってんの、あれ、あれ合成やからね、実は。え、合成なんですか？っていうことにしようと思って。あ、なるほど。あ、合成だったんですね。合成だった。あれ合成やからね、怖いから。怖いですね、怖いですね、何でもできますね。何でもできるから。嬉しいよね、そうなると。はい。ねえ、舞ちゃんもね、頑張ってほしいよね。舞ちゃんっていくつやったっけ、さすが舞ちゃん。23か4ですね。あ、もうそんな年？はい。舞ちゃんも。これ、はい、今日歌いに行くよ、一緒に。デュエットやから。里田舞ちゃんと。23みたいです。え、庄司と？うん、今日。デュエット？デュエット。何の？気分上々。ええ、みひまるち。今日歌うの。え、どこで？番組何なの？いや、全然趣味で歌うんちゃうねんよ。どこでって言うたって。曲で。曲分かってる。番組は何や言うてんの。はい。だから、そういう中、雨上がりが司会する。雨トーク？いえ、じゃない。ちょっと、特番で。あー、はい、あ、なるほど、フジテレビだ。デュエット？はい。日テレですかね。日テレ。あ、日テレがあるんだ。はい。気分上々でお前。はい、だからずっと稽古してて。気分上々でやろ？うん。あ、上々で。上々の。はい。上々で。ミキマル、ミフマル。ミヒマル GT さん。よう、こんな時代に。あ、そうだよ。夏の方ですか？夏は男やから。おー、見たい。これがね、あれ、すっごい早口やんか。そうですよね。噛み倒すね。はい。回る地球儀が全然回ってない。あ、そうか。見たい。だだだだ気分上々で、上々の方か。上々の。どんな時あれ、そのサビは。なんだっけ。うん。あ、せいえいえいえ。あ、そうだ。上々の。あ、フリもやっと。はい、今日。なんかこんなことやるよね、気分。この間教えてもらったけど、俺、右回りに。うん、気分上々の。そうそう。今日ラッパーとしてデビュー。俺ラッパー言うの、ほんでサンマデッパーとか言うてくれるのあれ、はい、言うてくれるのあれ、言ってくれるんですか。俺ラッパー、サンマデッパー。ああ、気分上難しいことない。なんで庄司がチョイスしたんじゃないのか。ちょっと向こうがこの曲どうですかっていうので。ああ、そうか、どう。俺は歌えたなぁ、言いながら。ボイストレ行ったりして。嘘、本当本当。すごい本格的。で先生にここの、節回しはこういう感じですよ、とか。要するにマジの歌合戦なのか。はい、はい。すごいですね。フジテレビとかがやってるお笑いの芸人の歌を。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、デュエット版。紅白でどちらが勝ちかみたいな。すごい。まともな歌合戦なんだ。はい、だからもう笑いとかそんな。いらんねん。いらんって言うから、笑いいらないんですか。得意やな。いやいや。得意なんですけども、一生懸命やらせてもらいます。はい。まやちゃんの女、ちょっと聞いとこう。村松さん。村松さんの。ええ、よかったら庄司と3人で嫌です。それは舞ちゃんも嫌でしょう、おっさん2人に。村松さん、俺でもものすごい知ってるけど、ご飯食べに行く来て空想ばっかりやもん。
なあ、あの悪いやつやっつけて、ガーンと決まって、ガーンと、足でガーン踏んづけてあったんですよ。え、やった、いや、夢ですけど。いいですよね、気分上、あ、ほんで、ほんならもうあれやな、庄司の得意な感じは出えへんね、気分上々の場合は。いや、もうラッパー結構いけると思います。難しいであれ、はい、難しい。カラオケやならまだなんとか応援ね、はい、あの出るからな。そうですね、あれ本当のリズムでやったら難しいよね、多分絶対難しい。これすごいな。すごい、こちらラジオネームチンドンシャンテンターンからいただきました。はい、全力の皆さん、こんばんは。こんばんは。さんまさんがラジオに誕生日プレゼントを持ってこないことはもはや定番になっています。はい、最近ではそれに拍車がかかり、リスナーに向けて何なんですか、 T シャツいらんか。あ、今日言ってましたね。庄司さんではありませんが、本当にあるんですか。あるんですかね、今日は。あの、あるなら持ってこなくてもいいので、写メ撮ってヤンヌのホームページに載せていただけないでしょうか。もうリスナーまで信用してないもんね、俺を。はい、プレゼントするも言ってましたよね、考えた。言ってましたね。言ってましたよ、ね。いや、あれは、ね、ほんまにあんねん。今日も出てこなかったけど。毎週言ってますよ。ちゃうね、ちゃうね。今日はあの、ゴミ袋を積んだから。いや、あの、そんなに狭いんですか、車。狭いですよ。あの、マジで段ボールやねん。あの、T シャツは。はい。今日は全部はいらないじゃないですか。うん。いや、全部あげる。もう余ってしゃないでもあれ。ネット誰にもあげたい、やろうか言うてないし。はい、余るなぁと思って、うん、欲しいです。だからお前らにはあげるけども、はい、お願いします。やった、もうそれ何回も聞きました。はい、今日は特別な理由やな、ね、特別。来週はないのか、これな、これあんの、来週いつか休みやね、再来週か、なんか休みやね、これ。月末でやろ。はい、だから持ってきてくれ、持ってきてくれ、来週は絶対持ってくる。本当ですね。 T シャツはね、絶対って言いましたよ。ブレスレットと、うん、シールと。本当ですか。うん、再来週は毎回引っかかってるね、君も。え、毎回引っかかってるね。なんか疑ったりしないんですか、愛ちゃん。え、だって持ってきてくれるんですよ。いや、ほんまに、泡盛もリスナー欲しいのか。欲しいんじゃないですか。きっと欲しいですよ。僕にくれるって言ってたよ。そうですよ、庄司さんにあげるって言ってたって。お前何かの持ってきたるわーって言ってましたよね。めちゃ張り切ってた。わかるわかる。西六本12本かな、あれ6本か。12本って言ってましたね。もう何本でもいいですから。12本なんて知らないんですけど。マジで。本当ですよ。ほんまにある。ほんまにある。ほんまに。じゃあ昨日大変やって。昨日、あれ、毛を染めてて、はい、それを下の水道でやってたのよ。え、自分でやったんですか？一階の。うん。それはいいねんけど、はい、タオル持ってくの忘れたのよ。はい。うん。初歩的なミスですね。そうやねん。ほんで、ボトボト、水が落ちながら、はい、上の4階の、風呂入っていったのよ。4階に風呂あるんですか？すげえ。何それ、リッチ。リッチや。リッチでも、まあ、そちっちゃいってあれだけどね。ほいだらね、ポトポトと全然、ああと思って、ね、な、毛染めの水って、あと残るやろ。あと残るんですよ。すぐ浮かないと。そうやね。落ちないね。ほいで昨日キッチン入った泡とか、ポトポトって変なとこ落ちとんのよ。一回のまさかと思ってんけど、その前に水道で一回でバーッと落としたのよ、全部。ほいでもう、大丈夫かと思ったら、ポトポトで薄いのが。なあ、消えないのよ、時間経つと。え、そうそうそう。ほいでやってたら消えへんのよ。ほいでずーっとやってたら消えへんかったから、上のは消えてんけど、うん、で、エレベーターにポトポトポトと落ちてるから、中も。ずーっと水持って我慢しとってんけど、あかーんと思って、ほいで、擦ってたのよ。ほいで、もそれで、もう、めっぽね、そこに、ね、ポトポトとって玄関やから、ごまかすために、サッカーのボールの、俺が要するに、足置きがあんのよ。それいっぱい持ってね。やろうか。あ、欲しいです。欲しい欲しい。サッカーボールのやつで。欲しいです。どこまで引っかかんねん、お前ら。だって欲しいもん。欲しい。そのサッカーボールを、はい、足拭きのとこ置いて、はい、でマンチェスターユナイテッドのマットがあるんですよ、はい、それと組み合わせてやっとそれが完成したんです昨日、はい、あ、これでちょっとマンチェスターのはないでしょ、たくさんは1個でしょ。それは1個なんですか。2つわお。
あれはあげられない、あれはあげられないからね、はい、足置きマットをねあれしたんですよ。だから昨日とそっちで夢中になったから、あ、それで夢中になった T シャツ積むの忘れて、で今日昼間汗やと思ってんけど、ゴミ袋を入れないいっぱいになって、ポストのうちポストのゴミ箱なんですよ、ポストになってるんですよ、あの普通の郵便受ける、あ、それは燃えたもの入れても大丈夫なゴミ箱なんですよ。へー、あのもう空気パッと遮断して、はい、あの気を消してしまうっていうやつ、すごい、うん、へー、それがもうポスト口開きよったからね、昨日いっぱい入れすぎて、はい、で押しても押してもあかんかったから、ゴミ袋を今日持っていかなあかんなと思って、はい、で忘れた T シャツ、へー、だから T シャツ来週持ってくれ、マジでこれはもう話題にないよ、来週持ってくる。マジですか？マジ信じますけど。じゃマジマジ。もう邪魔やね、 T シャツと泡盛。あとブレスレット。え？あとブレスレットですよね。そうですよ、ブレシールだ。はい、やった。やった、楽しみ。車のシール。はい。車や。欲しいです、欲しい。車とかに貼るやつや。はい。いる？いります。かっこいいよ。はい。いらんって言うとったらええんちゃうか。欲しいです。欲しいのか。はい。こちら、ラジオネーム、久保人。天竜家の皆さん、こんばんは。こんばんは。さゆみんは何か得意なものがありますか？愛ちゃんは土井孝子のモノマネ、うん、ミキティはラムちゃん、ホタルの墓のせっちゃんのモノマネが得意だったんですが、さゆみんも得意なモノマネがあったら、ぜひ、披露してください。どうぞ、考えたら、歴代、得意なモノマネを持ってるんです。確かにそうですよね。うん。土井孝子はもう、どんなったっけ、土井孝子。土井孝子でございます。どう、これ。完璧に持ち上がって、もう古いね、はい、これ、そうですね、最近やってなかった。それモノマネのモノマネか、要するに、うん、それとももう土井孝子さんから盗んだのか。いや、モノマネのモノマネ、モノマネのモノマネ、はい、でもまだもう一つ、はい、俺今もう開発してるからね。何を開発してるの？僕もモノマネ。何を？なんだかなぁ、後回どうですか？なんだかなぁ、それも古いしそれも古いし、モノマネのモノマネやし、それあきません、似てません、やばいよやばいよ、似てない、すごい似てない、似てません、こんなんでなんかないの、さみ本当にやったことなくて、だからなんか似てるような、絶対あれやってるよ、小学校とか中学校、そうそうそう、なんで友達同士で会話で、このモノマネは面白い面白いとか言ってやりっこしなかったの、そんな、アニメとかやってない、そうそう、アニメやってないです、え、しんちゃんとか、どうぞ、しんちゃんなんか誰もが通る道やったやないか、うん、やってないです、はい、さゆみやっとるやろ、やってないです、ほんなら、あれホッホッってやるやん、あ、舞台行けるわけよ、舞台行きます、舞台行けるわけよ、やだやだ、ほんとだ、泣けてくるあれあれ、琴欧州とか琴賞、宝馬賞とかのままできるのかな今やったら朝青龍、顔がちょうど朝青龍やから、何を言いますか、顔がちょうど朝青龍やから、もう今僕は何が何が何だか分かりません、朝青親方のモノマネ、そんなことない、高砂親方な、高砂部屋の親方の、会ってないんですよまだとか、ちょっと言ってみて、ちょっと言ってみて、会ってないんですよ、いける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 、高砂部屋の親方ね、明日必ず会いますから、明日必ず会いますから、北の海神社も行けるから、北の海神社、なんでか、北の海神社行けるから、なんでなんですけど、親方とこう横綱の話し合いで任せたいと思いますって、親方と、朝青龍の、横綱の話し合いに任せたいと思います、任せたいと思います、おー似てる似てる、北の海、嘘もやだ、もう本当に似てる、もう食べられないですよ、内山のモノマネ、内山やめてくださいよなら女の子ですよ、ごめん、今は痛かったっす内山真嗣のモノマネ、もう食べられないんですよ、そう、500万は痛かったっす、500万痛かったっす、そう、いけてるいけてるいけてる、女の子なのにあれは総武線の女子高校生、柳原のモノマネは三チーンとかいうやつ、柳原総武線の女子高校生のモノマネ、一番綺麗なお茶としたやつがおるんだけど、面白いねーって感じ、そうそうそう、あのコンビニの店員となんかやるやつな、あえと雰囲気似てるじゃん、はい、でも今やったら高坂親方が一番やわ高坂親方のモノマネします、あれオールバックにしてな、あ前やったら公明大夫ちゃんとか
ちゃんちゃちゃん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 外角のストレート、あ、松村の掛け声のものまねした、松村の。何ですか松村の。松村君。松村君の掛け声のものまね。とか、こう。うまいじゃないですか、今の。掛け声さん。そう。外角のストレートですね、とかいうやつね。うまい。外角。あ、難しいな、あれもな。お母さん。元気が出ないね、ペアな。そうか。どれ初めてか、普通ね、なんか、やるのもいいやろけど。お前らの時アニメは何が流行したセーラームーンやろ。あ、セーラームーンとか見てる。キューティーハニーとか見てみる。え、どんなやったキューティーハニーって。月に変わったお正月やろ。キューティーハニー何でしたっけ何だっけハニーフラッシュ。あ、ハニーフラッシュ。あ、すごい。よくご存知ですね。うん、変わるわよ、とか。変わるわよとか言う変わるわよじゃあちゃんとモノマネとしてやれよ覚えてないんですよほんなお前高砂を入れてなあ、ね、何でしたっけ明日もう一度会いますもう一度会いますよいしょとかよいしょよいしょよいしょもうこれからだなよいしょあーいけてよいしょよいしょやっぱ内山がいいかな一番キャラクター的にもはい500万痛かったっす500万痛かったっすこの時もやったレパートリー増えましたそのまま急がなかんね顔でもそのままあじゃあいっぱい食べていいですかそういっぱい食べ初めてモームスで デブタレントデブタレントでモームス前には出してくれへんねそう前には出してくれへんけど太ったやつがあの今のヘアスプレーというあのねアメリカのボルフェア日本でもやってるけど、うん、太った女の子がパッとかっこよく踊るのであれ人気あんねんけどあれはすごいよ今映画にも来てるけどもね今度映画になるんだよねあれヘアスプレーえなるんですかなるなるなる、俺らが舞台見に行った女優さんがやるわそのままへえ、うん、見よう あれはかっこいいよあれ太った女の子がダンス大会テレビ出演かけてあの田舎から出てくる物語やからへえ、うん、だから太った方が面白いわかるんでじゃあモーニング娘。初ほんでみんなと一緒に踊れんねんでかっこいいしかもなんか存在感ありますよねむっちゃくちゃあるむっちゃくちゃあるかっこいい、ね、多分食べても太らないと思ういやめっちゃ太そういやいやだって一週間でこんなんやねんもう足とかめっちゃ細いんですよ体が細いのかまだ細細くないですよ細いしで上半身全部なんですよ嘘はい足だけ細いのかこれ余計かっこいいやんけそうそうそのブロードウェイの人も足細いのみんなあそうなんですか上が太くてだからかっこいいのじゃあまさにそれですね最後まさにそれ、うん、お前なんかヘアスプレーやってもらえよ会社に言うてはい、あ、やってもらいますあブロードウェイやでブロードウェイやでかっこいいとりあえず今日から食べよう食べよう全然あんま動くやったなできるだけゴロゴロしてます朝稽古してすぐちゃんこ食べたからねちゃんこダンスの稽古してちゃんこばっ食べて寝んねん、はい、昼過ぎまでわかりましたこんな太んで必ず来週楽しみにしててくださ いあこれはものものできへんねんなそうなんですやろうとしなかったからな今まではい自分は自分しか見てなかったですでもモノマネ番組とか見ててわー面白そうとか思わないのか君らはサミは思わなかったですねあーそう、はい、憧れる人もいてなきゃなあ、うん、不思議やなお前そうなんですなあ、はい、洋画も見ないそうなんですよねはい一切見ないですなあ、はい、サッカーも見ない野球も見ない、はい趣味がないっていうのはシールはあるんですけどうんそれもええねあでも本当に趣味もなければ特技もないんですよあ何か特技ないのかそうないです嘘はい三つ編みが編めるぐらいですねあ髪の毛得意やんはいえ三つ編み編むのがめっちゃ早いんですよあそうなのうまいの髪の毛上手です、ね、自分でやってんの自分でやるのはうまいですうまいっていうか早いですどんなような感じなのここで、うん、こうやって三つにしてうんこうやってするんです。それが。うん、みんなやるで、それ。これが一人で早いんですよ、さゆみ。いや、そんなもんやろ。え、本当ですか、うん、じゃあ、本当にまた特技ないんですけど、さゆみ。これが普通の。あ、早いよ。早いの早い。早いそれ何にも役に立てへんよね。えテレビで特技見せまーすって、三つ編み早いんです、言ったかで。絶対盛り上がれへんよね、それ。でも、普通じゃんとか言われるよ。なんか、ないの髭くれるとか。髭、うん、ないです。
腕がこうなるとか、手のひらが、指がつくとか、腕につくとか、舌が、鼻につくとか。いっぺんに髪の毛200本ぐらいこう引っ張って抜けるとか、ないの？やってみたことないです。やれ、やれへんからあかんねん、自分が悪いところは。だから得意が見つかんないんだ。そうやね、やらへんからや。なるほど。やってみるべしですね。やってみるべし。はい。もう太れ、今はもう。高坂親方のモノマネも、早大人な間に合わへんから。な、分かったな。おう。はいよ。ヤンタの心得、スタジオは戦場やのコーナー。このコーナーは、道重さゆみちゃんが知っておくべき、ヤンタンの心得を、リスナーの皆さんから教えてもらうコーナーです。では、心得を紹介します。わかったね。高田親方もちょっと知らんもんね。東京都のラジオネーム、みかんもちさんからです。ヤンタンの心得！プキュー！先週、さんまさんから、メールアドを教えてもらう約束をしましたが、本当にプレゼントが欲しい場合は、さんまさんにメールを送って、催促するよりも、庄司さんからこっそりと、とっさんのメールアドを聞き出して、そちら側から攻めた方が確実に手に入る。うん、ああ、これは事実やね。そうなんですか。とっさんの間のは確実ですね。なるほど。とっさんがあれ T シャツうちへ持ってきてしまったのがもう、元の始まりやね、あれ。まあ、どんなのがあるかっていうのは、とっさんを一週間見てたらわかるわ。全部局のいろんなさんまさんの番組の来てるから。はい。うんうんうん。ああ、こういうのもあるんだっていうの。なるほど。とっさんの見てて、あ、こっちがいいですと書いたら。あ、まあ、いろいろ色も変えてきてると思うんで。はい。うん。あんなグッズで暮らす。な、事務員かっこ悪いからな。グッズで暮らしてるんですか？もう服ずっとまんまだやれ、他の番組の。そうなんですか。もう、それが一番、なんか、ええみたいで。とっさん、俺、給料渡してないみたいだから、うん、もう頼むから買うてくれや、言うて。うん、こんな方にまんまがいたりな。いや、マジで。T シャツもなんか、なあ、もらった番組名書いてるやつとかやな。トレーナーもなんか、ねえ、どっかの番組のやつとか、頼むから、買うてくれ、言うて、うん、給料安いの、遠回しに訴えてんのか、言うて、いやいや、そんなことない、そんなことない、言うて、なんかどう思われ。だって去年かまだロンリーかなんかのジャンパー着てましたよ。背中にロンリーとか、これ10年ぐらい前のやつちゃうんか、思って。すごい。もっと前。もっと前でしたっけ？物持ちいいんです。びっくりする。るんですね、本当に、うん。今年なんか大体こうまんまちゃんがついとったりや。靴下もね。靴下もあんねん。もういろんなところにまんまちゃんつけてるわ。それまんまって考えたら二十何年でしょ。はい。それに半年に一回グッズ作ってますから。うん、年に4回か。はい。年に4回グッズ作ってるんですよ。はい。そしたらもういろんなもん作ってるわけですよ。服だ、T シャツだ、トレーナーだ、パーカーだ、帽子だ、靴下だ。もう二十何年やから。そうですよね。だもういっぱい。もうそれを事務所に送ってくるし。もう全身揃うんだ。で、俺あんまりその自分の番組のやつを、ね、誰かにあげるのも嫌やから、くれって言うまでね。欲しいって言うまで、これどうぞって言うのなんか嫌やんか、タレントがいつも。要はあんなん、手渡しちょんなと思うぐらい、なんかね、これ、T シャツ作ったんですけどって、欲しいって言ったらあげるべきやけどね。うん。とっさん全部着てるの、それよ。だから同じのいっぱい持ってるはずやね。あれ、もうまんまの部屋みたいな、あいつ。そういうこと、わかった。とっさんに言ったら早い。はい、わかりました。わかりました。次行きます。山口県のラジオネーム、なりなりさんからです。ヤンタンの心得！プキュー！収録の日に着てくる服に迷った時は、とりあえず大きめの白い男物のワイシャツを着て、信頼よを連発しておけば、貧相な大御所は、ともかく歯の出た大御所は、ご機嫌のはず。ああ、なるほど。まあまあ、白が好きやからね、女の子着る服ではね。白か、爽やか系が好きやからな、ね、色。はほとんど、だから白着ていたら間違いないですよ。あ、そうなんですね。あ、じゃあ庄司さん、白で庄司まだキャラクターない服装してるからな今日。うん、いつも白。いつも白。今日はジーパンとなんかグレーの、あ、グレーかセーターみたいな、うん、着てるで、なんか白着てるよ今日、丸首。あ、本当だ。ほんまや、お前珍しいな。珍しい。え、大丈夫になった？うん、やっと出てきた丸首。いや、あのボタンついてないから、もうボタンがダメなんで。
あ、T シャツも着るの珍しいな、お前。なんかいろいろこうね、お姉ちゃんの影響なのか何なのか、商品がどんどんね。ねえ、ジーパンも。ジーパンもやったり。大丈夫、どうして短パン履いてくれたな、ここ。庄司の短パンのイメージないよな。ないです、全くないですね。いやあ、本当足細すぎるから似合えへんのよね。細いですよね、足。庄司細いの。本当細いからね。なんか似合えへんの。いや、ジーパンだけでもまだ俺が見慣れてないからね、まだ庄司がジーパンっていうのも不思議な感じがしますよ。俺は白。で、あれよ、親方なんか、でも胸が結構悪いになるんでしょ、あなた。何ですよ。マジャギさんって。あなた。あなた。あなた。はい、マジャギ。胸がないのか。はい。あ、ほんならあかんわ。胸あったらこう、ちょっと割れてるね、V のやつとか、白のこう。ああ、そういうのダメですね。ほんならええわ。何にも意味ないわ、それ。白着ればいいんですよね。じゃあな、親方の場合は白が似合う、まだイメージやな。うん、なんかもう嫌なんですけど。嫌ですって。嫌ですって。親方、親方、これだったら王女、もう、王女やった方がいいと思う。あ、でも大丈夫です。太って、胸にもきっとお肉がつくんで。どうぞ、もう負け言えるし、いつまでもな、こんな伸ばしとったらあかんからな。そうですね。もうぶつかり稽古で消えてくるからね、髪の毛。ほんまよ、ほんまよ。切ないなぁ。親方、バンバン食べるよ、これから。わかりました。なぁ。あ、胸ないのか、そういうか、胸ありそうな。でも食べたら大丈夫です、いっぱい胸に。今まだ B ぐらいなのか。B とか C なのか、まだ。そうですね。ああ。マジで。そんな落ち込まなくてもいい。やだ、ほんとに。胸があって、ええ顔やねん。変じゃないねん。わかる？俺が言うと。わかんないです。高橋が胸あったら変なんやねん。変やねん。ないねん、顔に。胸が大きいから。親方は、親方はもうあったって、イメージ、可愛らしい顔して胸があるってこと多いやんか。そういうイメージの方がええと思うで、俺。だから胸、やれ、なんか。やる、はい。やりません。じゃ売りやから、プロとして、お前。じゃろ、セクシー系少ないから今モームス。はい。うん、そろそろいるやないか。俺はお前事務所のこと考えて言うてんねや。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。会社のこと考えてくれてる人、まあおらんで。いないですね。そうやろ、はい。もう、とりあえず帰っても社長に言うときなさい。そう。わかりました。社長もね、ちょっと、いじってもいいですか。佐野さんの、いろんなこと考えてくれてるみたいです。アドバイス。はい。だってお前、ちょっと、可愛らしいやんか、ダンスとか、胸あった方が。俺は絶対そう思うで。そうですか。男が見る分にはね、はい、こう、前に乗り出す、このダンスなんか、胸こう、バッて入れた方が、かっこええやんか。あ、そうですか。うん。高橋も無理やからな。お前、ほんと、仏壇みたいな。ないですか。いいんですよ。大きい方がやっぱり、やっぱりいいんですかね、うん、いや、もうドレスとか圧倒的に似合うよね。胸があった方が。あ、うん、で、胸、この首のところがグッと開いてるね。そうそう。僕らが行く新宿のビビューという焼肉屋のママも、結構胸、もう、バリッ、もうすっごい割れてます、今。へぇー。で、そこに肉をお皿に入れて持ってきて、はい、こう前の鏡になった時にも、ぼよよー。へぇー。うわー、ママこれサービス。ありがとう、ママ。サービス、ママ。もう読むのにママ呼ぶね。ママ、お茶とか言って。庄司さん絶対好きですよ、あのママのこと。次長かじってたもんな。はい、次。あ、はい、次行きます。東京都の、あ、違う、京都市のラジオネーム。じゃあ、新手のスタンド使いさんからです。ヤンタンの心へ。プキューン。庄司さんのまつげが少ないのは暇つぶしに自分で抜いてるからであり病気ではない。うん。来た時にね、抜いてた時ね。まあ目が降ったら外に遊びに行くところないから、はい、縁側でずーっとこうやって。縁側で。痛そう。痛くないね。このちょっと痛くて涙がちょぼっと出るのがこれ癖になってくるね。痛いの快感なの。痛いも涙がちょろっと出て、でもこれがね癖になってくるね、だんだん。やっぱ生えてこなくなるんですか。うん。今でこそかさぶたとの一緒やよね。もうまだ早いのに取ってしまいたくなるな。痛いのにこうめくる。そうそうそう。これめくったら血が出るん違うかな思いながらめくって血が出て。
なと残るのよな、ほんとに。確かに。うん。なるほど。そうやね。はい。3番続いて。はい。西宮市のラジオネーム待っててん。参加してね。西宮市の、ごめんなさい、西宮市のラジオネーム待っててん参加です。ヤンタンの心へ。パキュー収録中、くしゃみをすると、気合入れろだの、気合が足らんのや、とさんまさんに罵られてしまうので、スタジオ内の伝統は見てはいけません。うん。はい。です。あのまあまあ、あの、まだね、親方の場合はそういうミスがないんで、あれですけどもね、気合は入ってるもんね、いつも頑張ってるから。うん、もちろんね。なんかくしゃみとかあくびとかしたことないしね。はい。いや、もう気合が入ってないしょうがないから。今日先生、ちなみに、うん、あの、向こうで太田くんがあくびしてました。噛み殺してましたけど。あら見てましたけどね、僕は気合い入れよお前は、はい、あらここなんてあらもうそれを確かに寝不足な顔してるあらもう寝てないのかなあれどれあれ今株のこと必死やからあいつそうなんですか、うん、大敗したから大敗したから、はいはい、大阪の友達ももうもう大敗したからもう大変なんですって株が安定せえへんってね、だから、うん、もうほっといたら別に安定すんのに怖がってちょっとしか持ってへんやつが売りさばっけるらしいんだから、うん、だから安定せんだからな、なるほど、だからもう餃子持ってる人はちょっとみんな売らんといてくれと、とにかく売らんといたら戻るから売らんといてくれと思うねんけど、こうやっぱちっちゃく持ってる人は怖がってバーッ売ってしまうらしいねん、なるほど、それでああいう政治的な選挙とかでああいう大敗してしまうと、うん、政治不信になって下がんねんて、だから今大変だしよな、もう悪いことないみたいな、へえ、冗談じゃないですって、うん、冗談じゃないみたいな、ほんまにこの間ずっと俺と一緒にね、庄司の友達やけど株を2人やってて、はい、いつもねかなり儲けてる2人やねんけど、はい、今回はずーっとなあかんなあかんなあ言うて、ゴルフの心配せんとずーっと株の心配しましたからねそれでもう株があかんからパターがよく入るとかわけのわからんこと言うて、うん、次の日パター全然入らんと偉いよお前でしてくれてわけわからないな、そういうこと分かった、はい、はい、分かりました、以上ヤンタンのこれスタジオは千住屋のコーナーでした、それではモーニング娘。の曲を聴いてください、モーニング娘。で女に幸あれ、恒例の高校野球が始まった。野球おかしい、本当大丈夫かな、もう8月8日今日今年恒例の、まあ違う、毎年恒例の大丈夫かな、ごめんなさい8月8日今日毎年恒例の高校野球が始まった。高校野球というのは不思議なもので、子供の頃にテレビで見ていた高校
高校球児たちは自分よりも年上のお兄さんだったのに、いつの間にか同年代になり、気がつけばとっくに彼らを追い抜き、今では自分の子供を見る感覚になっている。この不思議な感覚は大人がみんなが通る道なのかもしれないな。すると隣にいたマネージャーがポツリ、庄司さん、子供の頃うちにテレビあったんですか？すいません、ありませんでした。すいません。お前のせいでなあ、ごめんなさい、ちょちょになってしまったから。すいません。大阪も負けたもんね。そう、本当負けましたね。福井も負けました。あ、福井負けたもん。はい、負けました、1回戦で。だからね、やっぱりね、地元が負けると寂しいですよね。はい、寂しいですね。せっかくね、大阪桐蔭に勝ってきて、うん、ね、期待してたのに、まあ相手も強いとこやからね、まあ、神村学園か、せやったら大阪負けたね。そうです、そうです、鹿児島のね、鹿児島の神村学園、相手が悪かったっていうのはあるけどもね、うん、いい試合はいい試合でしたけども、はい、ね、もうどんどんね、高校野球も今年はそう、スーパースターがね、いないんで、そうですね、寂しいですよね。ただ、あのピッチャーで154キロ投げた、すごい、おとついかなんかに、あ、どこやったっけ、勝った、はいはい、左ピッチャー、ね、左やったっけ、ああ、なかなか打てんかったですな、うん、ああ、分かった分かった、あのピッチャーいい、あのピッチャーはいいね、細いけど、これで154キロ出てんのっていう感じ。仙台育英の、あ、そうそうそう、育英の佐藤さん、え、右ピッチャーか、左か、サスポー、右ピッチャーな、あの左にもう一人のおったよね、昨日かおとつやったやつ、うん、なかなかね出てこない、ただまあ去年もそんなこと言ったらハンカチ王子が ね、 そうですよね、急にわーっと延長18回0対0で次の日っていう時にすごい人気になってしまいましたからね、うん、春からピッチングしてたんですね、斉藤君っていうのは本当はね、なのにね、ああいう延長18回であんなスターが生まれるわけですからね、すごいですよね、はいはい、さあ続いて、はい、山口県なになにさんからです。8月9日、部屋をお掃除していたら押し入れの奥から古い日記帳が出てきた。日付を見るとなんと30年前デビューした頃の日記だった。パラパラとめくってみるとその当時に考えついたギャグがたくさん書いてあった。ふ、俺も若い頃はこんな未熟なネタばかり考えとったやな、かわいいもんや。しかし、いつの間にか今使えるネタはないかと必死な目でページをめくる僕がいた。いかんいかん、若い時の自分のネタに何を必死になっとるんや、こんな後ろ向きの考えか、か、こんな後ろ向きのことはしたやか。どうしたんや、お前らも今日。我に返った僕は再びその日記帳を押し入れの奥にしまった。しかし、実は2、3個のギャグを覚えておいた。これはいつか困った時のために取っておこう。あ、でもね、これは事実ですよ。今頭がどんどん、ね、芸能界でベテランでいろいろ覚えてしまって、はい、ただ荒削りの時に浮かんだギャグの方が絶対、世間とは合うんですよね、だからこうベテランになるといろいろ、あ、これは面白くないとかね、これはもうダメだろうとか勝手な判断で、素人さんレベルはそんなレベルに達してませんからね、だから若い時に発想してたものの方が絶対世間的には受けるはずなんですよね、だから今流行ってるギャグなんか俺らでも思いつくけど、勇気がないもんね、もしそんなの関係ねえなんかでも浮かぶけど、そんなことしてさて面白いんでしょうかってぶつかるから、ぶつからんと思い切りやる方が流行るよね。そうですね。だから、あいと待てんとか言うのでも、そうやよね。もう、なんだ、ああいうのは浮かぶけども、やってゼロとか、いうのがありますね。だから、ベテランになるといろいろ分かってきますからね。だから、若い時の荒削りな方が絶対いいですよね。そういうのがあるから。必要かもわかりません、はい、若い時にやったやつ、はい、まあ、村上さんといて若い時にやったやつずっと同じことやってらっしゃいます、まあ、今も荒削りですけどね、これは残念なお知らせですけど、残念なんですか、ドゥーンなんかもう20何年24、5年やったすごい、でまた新しいのが昨日浮かびましてね、これが、いや、これは言えませんよ、ラジオではね、はい、ラジオでは、なるほど、これは最高のもう大爆笑、あら、もう今度やってあげます、あ、嬉しい、
だからね、あれ、エンタの神様でって、この間も言ったんですよ、明石家テレビでね。うん。正直、エンタの神様でと言って。うん。何やそれ、ネタをばっかり言ってね。なんじゃそれそれ、脇もそれ、言って。踊っといたらええねんって。はい。エンタって今そんなんやんか。そうですね。大したこと言うてないのに、ギャグで逃げてるだけの、はい、もうね、はい、連続やから。正直にも、正直向きやと、エンタはね。いう話をしてたんですよ。なんかね。すごい睨んでますけどね。すごい睨んでますけど。じゃあマジで障子向き合いなの。はい。じゃあマジで。すごい睨んでますよ。なんかなんだそれいうのネタをね。なんか何でもいいんですよあれ。そのもんが。そのもんは何でもいいんですね。なんか今はネタじゃなくもうギャグで逃げてるところがあるからやな。うん。もうなんか被ってるやんかほとんど。だから何じゃ。うん。何を言うがいいかわからんけどな。何を言う。うん。なんか変なこと言うて何を言えようや。これですか。どうすかんじゃポン。そんなね。これちゃんと立ったやつで大爆笑。今度。いや、俺の前でやらんといて。いや、やらしてて。いや、ほんまに。これ本当に全部一からちゃんとしたやつ見せるわ。明日からあるんだ。どうすかんじゃポン。いや、ええわよ。どうすかんじゃはい、東大阪市の将来さん大森さんからです。8月10日、今日、うちの近くの薄暗い路地で幽霊を見た。病人のように細い男の人がやつれた顔をして、浴衣姿でこちらを見て立っている。僕は腰が抜けるほど驚いた。こわごわ見てみると、幾分幽霊の体の向こう側が透けて見えてるように感じる。そして幽霊が僕に何かを言ってきた。耳を澄まして聞いてみる。そうすると小さな声で10円ちょうだいって言うてた。幽霊の正体は遅れ兄さんやった。ほっとした反面、あの人ならほんまに幽霊になってる可能性もあるしな。後で電話して確認しとこ。もう半分透けて見えてますからね。うん、だから既にね、半分透けて見えてますから。また幽霊でもいいです。別に、ああ、幽霊やったんや、っていう、だけでも、もう、何にも驚きはないですね。はい。奥出さんの場合ですけどね。はい。さあ、続いて。はい。高槻市、流星翔ちゃんからです。8月11日。めちゃくちゃ暑い日が続いている。さんまさんはいくら暑くてもクーラーをつけずに寝るらしい。僕もさんまさんと話を合わすためにクーラーなしでずっと寝てますと言ったが、実は去年からガンガンにクーラーをつけて寝ている。ああ、なんて涼しいんや、天国や、クーラーなしでは寝れへんわ。でも、ほんまにさんまさんクーラーしてないのやろうか。実はクーラーつけて寝てて、庄司はアホやなと笑ってるかもしれない。きっとそうや、この30年間の僕とさんまさんの付き合い方を振り返っても間違いあらへん。畜生あの出っ歯。クーラーで風邪ひいて、わけわからん失神できて、顕微鏡病院へ行ったらええねん。クーラーはもうほんとつけてませんよ。へぇ、すごい。今年は暑いよね。暑い。今日ね。すごい。今日37度よ。さすがに3回起きた。うん。汗で。暑い。ずーっと書いて、あかん、パッと見て。昨日、だいたい6時ぐらい寝たんでしたっけね。全米オープン見て。うん。それで、ぶわーっと汗かいて、あ、もう昼やと思ったら、まだ9時30何分で。すごい、どうしよう。で、それでも寝たんですよ。はい、また、汗かいて、また起きた10時なんぼで。さすがにいっぺんクーラー入れて、はい、ね、すぐ切って、はい、寝て、で、また12時ぐらいに起きて、はい、もう、どこでも起きとこう思って起きてるんですよ。はい、もう、さすがに暑かった、今日は。暑いです。今日はね、今年夏で一番暑かったですよ、僕の。はい、体感では、うん。今日暑かったね。はい、これ大変ですね。うん、はい、おしまい。はい、やったやったリスナーを癒せませんのコーナー。もう時間ほとんどないからね。はい、頑張ります。あれ、ポンポンって行け。はい、行きます。今日はもう注意も何にもせえへんわ。はい、はい、行けよ。大阪市のちくわ大好きししまるさんからです。うん、泣いても続けてもいいからね。ふん、さあ続いて行きましょう。京都府の久保鎮さんからです。ごめんなさい。ごめんなさい。もう、人が来ちゃうよ。おう、まだましや。あらら。はい、次。神戸市のチンゲンサイさんからです。うん。溢れてきちゃった。え？何でもないんです。ごめんなさい。何でも、ビューティー。はい。溢れてきちゃった。
そんな色ちゃうやろ。だって溢れてきた。溢れてきちゃったやろ。溢れてきちゃった。かん。すいません。はい、次。はい、堺市ゼラチン大使さんからです。おお、今日お前親方いいよ。やったー。おお、親方今日頑張った、頑張ってきたね。親方抜群抜群今日。やったー。はい、おしまい。はい。さあ今日はね、まあ夏休みのお盆が始まるね、はい、始まった第一の土曜日ですね、11日の土曜日やから、はい、もう君らはもう里帰りもしてきたしね、はい、もう休みないでしょ。ないです、ね、ということは、はい、仕事ばっかり。頑張ります。頑張ります。頑張るね、はい、ツアーは、夏のツアーは来月。あ、今はそうか、なんか細かい仕事してるのか。リハーサルとか、はい、ディナーショーとか。うん、あ、ディナーショーまたやんの。あります。あ、この、あ、ここで、広尾のどこで。いや、違います。今度は、うん、大阪、阪急、うん、阪急インターナショナルと、うんうん、あと、あのとこディナーショーやる。ほんまにホテルのディナーショーやってる。そうです。やります。いいな、いいなって。なんか雰囲気違うよね、ホテルでディナーショーって。やったことないんでわかんないんですよ。はい、初めてです。お酒も出んのかな。多分出るんじゃないですか。でも安田さんと矢口さんと3人でやるんで。ああ、なるほど。はい、あ、とうとう夏場にホテルのディナーショー。はい、お盆です。ちょうどあさって。あさって。はい、やりたいよそんなの。あ、いつか。親方もうちょっと休んで話してくれるんだよ。頑張ります。ね、分かってね。というわけで今日のお相手は明石家さんま、村上庄司、モーニング娘。の高橋愛斗、道重さゆみでした。また来週、さようなら。さようなら。